はい、第53回ですか。早くランタン始めさせてもらいます。今日は2022年の5月4日ですね。はい、ゴールデンウィークの真っ只中です。はい。で、最近のニューストピックスということで、ちょっと溜まってたんで20個もあるんでね、どこまでいけるか、すっ飛ばしていこうと思います。で、一つ目、はい、鳩ですね、鳥の。鳩の害で洗濯物を干せないっていうことでニュースになってましたね。記事になってました。はい。鳩、まあ、私なんかね、住んで、暮らしてて、身近に鳩、いないんでね、なんとも思わないですけど、まあ、帰巣本能、巣に帰る、本能が強くて、巣を作られてからでは対処がなかなか遅いということで、これ記事になってたのが、東京のね、上野公園、あそこ鳩いっぱいいますから、の近くの高層マンションの話だったんで、まあ、まあ限定的な、日本人全員にね、通用する話じゃないとは思うんですけど、適用される話じゃないと思うんですけど、まあこれね、迷惑被ってる人は大変みたいですね、鳩が増えちゃって。で、鳩っていうのは、まあ鳥獣保護管理法っていうね、鳥獣保護法で、保護されてるんで、勝手に許可なく、捕獲とか駆除とか、巣を撤去したりなんていうのはできないみたいで、これがまた厄介みたいですね。ですんで、例えばベランダなんかに巣作られたりなんかしたら大変みたいです。防鳩ネットっていうのかな、そういうのとかホームセンターで買ってきたり、ネット張ったりですね、しないといけないみたいですし、あとはね、糞ですね、鳩の糞の被害もかなりあるみたいで、あとうるさいみたいですね、鳴き声がね。はい。で、まあ、増加の理由として、最近、まあ、日本全国でっていうんじゃないかな、まあ、一部だと思うんですけど、増えてる理由は、まあ、天敵の、ね、カラスが減ってきてるっていうことと、まあ、空き家問題ですよ。空き家が増加して、その空き家に巣作ったりして、住み始めて、なかなか周辺の住民が手をつけられないような状態になってて、っていうので、増えてきてるみたいですね。やっぱり巣を作られちゃうとね、でそこに来てやっぱり空き家問題っていうのはね、やっぱり今ね、日本全国で空き家問題発生してるんで、まあここも言ってみれば廃墟、空き家ですから、ここにね、何かの巣とか作られたりね、したら大変なんでね、はい、空き家問題は本当に大変だと思います。はい、今日のトピックス2番、これもちょっともう古いんですけど、山梨のね、道志村の山中で、3年前、当時7歳の女の子が行方不明になったっていう事件ですね。で、ここで、まあ、なぜか3年経った今、まあ、その、美咲ちゃんかどうかわかんないですけど、子供の、頭の骨が見つかったと。で、その近くから運動靴とか靴下が見つかったと。ポンポンとですね、今まであれだけ探して見つからなかったのに、まあ遺留品なんかも見つかってきたということで、まあミステリーといえばミステリーですね。何なんだと。で、自然動物が、動かしたんじゃないかとか、まあね、雨が降って沢から流れてとか移動したんじゃないかとか、いろんなこと言われてますけども、まあいろいろ言われてますね。まあね、当時何回もね、捜索された場所、で、見つかってるんで不思議ではありますね。はい、ということです。はい。で、3番、まあ保育士不足ですね。これ何回かやったかな、保育士不足。まあ保育士なぜ少ないかっていうのは、まあ、女性が多くて男性少ないということ、まあ、男性がね、増やすには、まあ男性入っていく、増やしていくっていうのが一つの課題みたいなんですけども、まあ私、今ね、介護の仕事してるんですけど、その介護の業界もそうですけど、まあ女性主役の職場なんですね、介護も保育士の世界も。なかなかね、保育士、まあ私、子供ちっちゃいのまだいますんで、まあ、男性向き女性向きなんて言ったらね、これ叱られちゃうかもしれないんですけどね、人によっては。まあ大変ですよ。は
まあそのね、保育士、女性だらけの保育士の中にね、まあ、子供好きだからって言って男の人が入ってるっていうと、もうトイレ一つ困っちゃいますからね。あと更衣室、着替えるところも困っちゃいますし、まあね、現場はいろいろ大変だと思います。で、あとね、今現役で63万人ぐらい保育士さん全国にいるらしいですけども、あの保育士の免許を持ってて、資格持ってて、もう一線から離れてるっていう人がなんと98万人もいると。その潜在保育士を呼び戻すっていうのが一つの課題だっていうふうに書いてますけど、まあそれにはね、待遇面の改善が課題ですっていうふうにこの記事では書いてありました。まあ記事、日テレかな、これ日テレニュースですね。はい。で、うん、具体的にはなんか8年勤めた人の平均で、あの保育士さん手取りじゃないか、平均月収が25万額面でということで、まあ他の業界に比べると、まあ、明らかに低いっていうのが課題だということありました。で、業務量もその給料に対してかなり多いみたいですね。はい。まあ私もね、保育所とか預けてますんで、保育士さんの大変な感じは見て取れるんですよね。はい。で、4番目、はい、今日の4番目の話題、なんだこれは、あ、植松聡死刑囚の話ですね。まあ2016年だからもう6年前か、あの相模原のね、やまゆり園ですよ、すくいやまゆり園で、まあ19人か、まあ、障害者施設で障害者の方を19人殺害して、まあ26人重軽傷を負わせたっていう、もう本当にね、日本の犯罪史上に残るような事件ですね。で、この被告、死刑囚、植松聡死刑囚が、再審請求をしたということです。はい。まあ、なぜここに来てっていうのがちょっとはっきりしないですけども、まあ、再審したところでね、もう死刑、まあ、変わらないですよね、これだけのことをしたんですから。はい。まあ、どういうつもりで再審請求したんだか。はい、5番、もう今日はちゃっちゃと進めていきます。日本料理とかしゃぶしゃぶのね、飲食チェーン木曽路、ここでね、まあ以前確か従業員の自殺が問題になったところだと思うんですけど、そこで社内でアンケート取ったみたいで、まあパワハラとかいじめがあると答えた人が 23%、 これ1000人以上従業員いるみたいなんですけど、で、殴る蹴るとか胸ぐらつかむとか、そういった、あと物に当たるとかね、そういうのがあると答えた人が 16% ということで、まあ、あと大声で怒鳴るとかね、ネチネチ叱るとか、これは 78% ということで、まあ木曽路だけじゃないと思うんですけど、飲食店はね、こういうのあるかも分かんないですね。何せね、飲食店は1にも2にも長時間労働が深刻ですんで、そうなってくるとね、もう店長も正社員もアルバイトもやっぱりね、長時間労働っていうのはね、パワハラにしてもモラハラにしてもいろんなものの原因になりますね、過労にしても。はい。で、2017年ですか、従業員が自殺してるっていうところで、これ文春の方で、うん、記事にしてましたけども、まあ木曽路さんだけじゃないと思います。まあ飲食店はね、ほんと大変だと思いますよ。はい。で、6番、うん、まあこれもね、文春かな、記事で、今度はくら寿司、うん、店長が自殺したと、うん、で、死ぬことばかり考えて仕事してるっていう、まあツイッターでツイートを残して、まあ、自殺したと。で、山梨県の甲府市にあるくら寿司の店長の中村良介さんというのかなが、まあ亡くなったみたいですけど、自殺して、で39歳、うん、でこのツイートをして、もう明日生きる気力がないみたいな、もう仕事のことばかり考えてると、仕事のこと考えると吐き気がして胸が痛くなるっていうようなツイートも残してたみたいですね。なんか、うん、まあ、お姉さんとか身内の人曰く、まあ、上司からのパワハラがあったんだ、なんだね、あと
言ってますけども、くら寿司の本社は個人的な事情で自殺したんじゃないかと推定されるっていうことで、まあどの企業もね素直には認めないですけども、おそらくね仕事のことばかり考えてて、もう胸が痛むとかね、気力がないとか、それだけねたくさんツイートしてるんでね、まあ仕事と関係ないってことはないと思います。長時間労働で、どうもくら寿司の駐車場で自殺したみたいですね、火つけて、うん、いや本当にね、まあ、これも長時間労働だと、あとパワハラ上司の、SV ですね、の、X 氏のパワハラがあったんじゃないかっていうね、これ書いてありますけど、なかなかね、亡くなった後に証明するのは難しいですし、まあ、うつ病をおそらく発症してたんでしょうから、本人もね、死んだ後にどうのこうのっていうのを考える余裕もなかったと思うんでね、これ、証明するのはね、なかなか大変だと思います。まあ、くら寿司の本社は、まあ、このまますーっと風化してくれればなっていうふうに思ってると思います。本人の事情で、中村さんが勝手に自殺した。会社、仕事は関係ないよっていうことの一点張りでいくと思いますね。いやいやいや、関係ないはずはないんですけど。はい。で、7番。どれぐらい経ったかな ?7 番。今日のお笑い7番。ウクライナですね。うん。殺される直前にレイプされた女性たちがいっぱいいるんじゃないかということで、まあ、ひどい話ですよ。はい。まあ、ロシア軍が撤退した後の、まあね、各都市で、まあ、遺体が見つかったんですけども、その遺体を、まあ、司法解剖なりするなり、遺体から、まあね、レイプされた後が、証拠がたくさん採取されてると。まあ、ロシア軍撤退後の、例えばキエフとかですね、そういうところで。で、遺体の検視作業が今進んでるみたいですけども、まだね、データ集めてる最中で、正確な数字っていうのはまとまってないみたいですけども、かなりの数あるみたいです。で、直前にレイプされて、もうそれこそバラバラに切断されたり、損傷が著しいと、性器の損傷が著しく、判別もつかないと、いうような遺体もたくさんあると。もう、で、通報がね、いろんなところから来てるみたいなんですけど、子供の目の前でレイプしてみたり、集団でレイプしてみたり、銃を突きつけて性暴行を行ったりということで、もう何でもありですね。いや、本当に恐ろしいですよ。はい。これが今ね、まあこれ戦前、第一次大戦、第二次大戦っていう話じゃないですから、今まさに、今日もね、おそらくウクライナで起こっている出来事なんでね、本当に恐ろしいことです。はい。で、他の記事にもあるんですけど、これどうもロシア軍が兵士の士気を高めるために戦争の道具として、まあ、レイプを、まあ奨励はしてないんでしょうけどね、まあ、目をつぶっているような、これ普通だったらね、こういったものを、はっきりすれば戦後なんかね、裁判で戦争犯罪ということで個人も罪に問われるんですけども、そういったものは罪に問わないみたいな形にしてるかもわからないということ で関連記事、他のところでも あるんですけども、これか、まあ、今ね、南部の例えば占領地で、まあひどいこと、まあ、レイプじゃないですけど、ロシア軍がやってるっていう話、南部の占領地で民間人を徴兵して、まあ、その戦争の最前線に立たせていると。で、住民を強制動員していると。もうウクライナ人をロシア側の兵士として使っていると。これは完全にジュネーブ条約違反なんですけど、もうね、拒否すれば処刑するぞなんて言われてたら、そりゃ、ね、戦うしかないですよ。戦うというか兵士、ロシア軍として戦うしかないですよ。後ろから銃突きつけてられたらとんでもないですよね。もう捕虜を昔はたくさんありましたよね、こういうことね。もう本当、戦争っていうのは何でもありになりますから、
恐ろしいですよ。はい、でこの性暴行、まあロシアはね、まあ、ロシア人だけじゃないんでしょうけど、日本もねそういうこと多少はあったんでしょうけど、日本の場合はしっかりね、あの法廷でね処罰されてましたから。でそういう規律なんかもね、あの厳しかったでしょうし、あとそういうことのないように、あのそれこそ慰安所とか作ってね、あの日本軍の移動とともに慰安婦さんなんかも、慰安婦って今言っちゃダメみたいなことになってますけど、まあいわゆるね、あの売春宿みたいなのがくっついて移動しましたんでね、まあそれもどうなんだっていう話なんですけども、うん、やっぱり戦争っていうのはね、あの本当にね、私の生きてる間この日本では起きてほしくないと、ただただ祈るばかりです。でね、本当に私も50近くになってね、雲行きがね怪しくなってきましたよ。子供の頃私の父親がね、お前が生きてる間にはおそらくね、あのまた戦争あると思うよなんて言ってたんですけど、本当嘘と思ってたら、ここに来て急に雲行き怪しくなってきましたから、なくてないであってほしい。あともう私も50ですから、今更ね徴兵されても、徴兵ってことは日本ではないとは思いますけど、何の役にも立たないんじゃないかっていうね。まあね、国を守りたいっていう気持ちはありますけども、銃一つまともにね扱えないんじゃないかっていうね、視力も悪いしと思います。はい、でちょっと、7つやったんでね、この辺で一区切りして、次第54回ですかに進みたいと思います。引き続きお願いします。